修道院でさ、俺が着くまで村の大人たちを一人で相手してたみたいだけど、大丈夫だったとても怖かったよ。だから、彼方が来てくれて本当によかった。そっか。あれでも着いた時、ミゼラが村の人を押さえつけてたように見えたけど。日のせいだよ。私一人じゃ何もできない。彼方が助けてくれるから、私は元気でいられるんだよ。 そうだよね。大丈夫。ミゼラのことは、これからもずっと、俺が守ってあげるから。うん。ありがとう。ずいぶんお疲れみたいじゃんなんて、こんなに、疲れるんだ。クレス先生の、訓練の方が、ずっと厳しかったのに。 訓練と実践が同じなわけねえだろう。まあ、それに、お前ブラッドシン使うの初めてだし、それ疲れて当然だわな。ビシャスの武器もブラッドシンなんですよね。そっちの方が楽そうで、なんかずるい。じゃ、交換すっかえいいんですか嘘だよ。てかできねえよ。ブラッドシンは罪を力に変えたもんだ。 罪の根源である自分にしか扱えねえよ。じゃあ、俺の力も。ああ、そいつはお前だけの罪で、お前だけの力だ。大事に使えよ。<music> そういえばよ、お前さっき寝言でずっと名前呼んでたぜ。見せよ、見せよーって。え俺、そんなこと言ってたんですか 女の名前だよな。彼女かち、ち、違います確かに昔からずっと一緒だし、仲はいいけど、あとすごく可愛いけど、優しいけど、彼女なんかではああ、へい,へいもう大体わかったわ。ここまで来れば、もう大丈夫ですね。さっきの魔物に気づかれなくてよかった。 クレス先生、あの魔物を探してるって言ってたな。今度ここに巣があることを教えてあげなくちゃ。誰だよ、クレスって。俺の剣術の先生です。強くて優しくて、とても立派な人なんですよ。へえ、つまんなそうな奴だな。今の説明で、どうしてそんな感想になったんですか <laughs> どうしてみんな、話も聞いてくれないんだ理由なんざ誰も興味ないってことだろ咎人がいる。裁きを受けさせたい。みんなで一緒に声を上げて、こいつらにとってはそれが全てなんだろうぜ。さぞかし気持ちいいんだろうな。罪の理由なんて雑音。耳に入れたくないくらい。そんな ラ、助けてくれたのは嬉しいよだけどどうしてビシャスをあの人はダメあの人は彼方を悪い道に引き込むような気がするだからって殺すことはなかった自分が何したか分かってるのミゼラトガオニは大罪人でみんなの敵現に村の人を人質に取ってたそれにクレスを撃ったのもあの人なんでしょう そうだよ、あいつはひどいやつだだけどさオタオタのなあのツルペカーっとした体は魔物の皮膚としては不自然極まりねえと思うんだよ俺はただの皮膚ならあんなにつルペカになるわけがねえだったらそこに秘密がある秘密 何かを塗ってるってことだよ。液体的なものを。んで塗ってツルペガになる液体といえば一つしかねえ。アルコールつまり、酒だオタオタの体の表面には酒が塗ってあるつうわけでオタオタ買って手絞りすっぞ酒確保だビシャス無理がある無理があるよお酒を求めるあまり無理がありすぎる飛躍をしちゃってるから 大体、塗ってツルッとする液体だったら、お酒じゃなくてもっと他にあるじゃないか。例えば油、とかああてめえ舐めてんのか油なんて塗ったらヌルヌルになるじゃねえか。それもオタオタじゃなくてヌルヌルだろ添加物の都合で種族名変えられるオタオタの気持ち抱えてみろよええー、なんで俺怒られてるの ねえ、彼方。どうかしたミゼラ。本当に、この人について行っていいの信じられるの安全な場所だって、本当にあるのかどうか。ミゼラの言いたいこと、わかるよ。確かにオタオタに油を塗りたくったからって、ヌルヌルに名前を変えちゃうような人を信用するのは難しいよね。だけど今はそれしかないんだ。もう少し、信じてみよう。うん。 わかったよ。オタオタのことは正直どうでもよかったけど、彼方がそう言うなら、信じてみるよ。うーん。うーん。んだよ。クソだったらそこでしてこい。ち、違うよお酒はともかく、これからの食べ物のことを考えてたんだ。肉や魚は何とか手に入るけど、それだけじゃ単調だしさ。 やっぱり調味料が欲しいなとなると、自然界から採取するのは限界があるかそうだね。限界はあるかも。知れないね。ミゼラ、何食べてるの草よ。ええー、なんでお腹が、すごく空いてたから。 だったら早く行ってよ何か調達するからビシャス、魔物を狩ろうミゼラに美味しいお肉を食べさせるためにええー、全然気が乗らねえんだけど。いいじゃん。本人満足してるかもしんねえじゃん。ええ。とても満足。そんな悲しい顔で満足とか言われたって、何にも説得力ないよ待ってて、ミゼラ。今すぐ美味しいお肉を用意するから よしお肉が焼けたよ、ミゼラ召し上がれありがとう、カナタ。でもいいの、私いらない。どうしてお肉だよ美味しいよんだよ、好き嫌いかよ。そんなはずないよ。ミゼラはお肉が大好きなんだ。修道院でも誰よりもいっぱい肉を食べてたんだから。本当に <laughs> 今はいいの。もう、私には、これがあるから。ミゼラ、何食べてるの大豆よ。ええー、しかも生で何もつけずに大丈夫だよ、カナタ。大豆はね、畑の肉と呼ばれることもあるの。だから、目をつぶって食感を押し殺して、全方位から味覚をごまかせば、肉に感じないことも。 なきにしもあらず。だんだん、肉に感じてきた。シャリッとするけど、食べ応えはないけど。でも、精神を最大限に集中させれば肉に、なんとか。めちゃくちゃ肉に執着してるじゃないか、ミゼラそんなに無理するんなら、お肉食べなよほらいらない。 私には大豆があるから。畑の肉。肉。そう。これは肉。自分に言い聞かせなくていいってばああ。こいつさては。ミゼラはすごいね。おどうしたの急に。トガ人だから幸せを感じるのが怖いなんて。そんなこと。 俺はちっとも考えなかった。ミゼラは、俺が思っているよりずっと、いろんなことを考えてるんだね。父さんのことだって、俺に言えなかったのは、修道院の小さな子たちを守るためだったんでしょ言ったらひどい目に遭わされるから。それもあるけど、それだけじゃない。彼方は、知らなくていいことだったから。どういうことつまりあれだろ 清くて正しい善人の彼方様は、この世界の綺麗な部分だけ見てればいい。醜い部分なんて見なくていいのってことだろはっ、<laughs> くだらねえ。お前がそうやって過保護にすっから、カナタがこんな薄っぺらくなっちまったんだろうが。う、薄っぺらい黙って戸顔に。彼方は薄っぺらくなんかない。ちょっと考え方が浅いだけ。 使い方が浅い認めるっつの、ルッツの彼方をダメ。オにしたのはてめえだ。ミづラだ。ダメオあなたにとってダメオだとしても私にとっては光なの。そう言うなれば彼方はダメ。オ界の光ゴミ山の中で光ってたって。それただの光るゴミだろう。輝くことは尊いわ。それが例えゴミだとしても。 またまた、ちょっと待ってよどうかしたのなたとても辛そうな顔をしてるわ。うん。ちょっとね。心の回復の時間が欲しいかな。<laughs> ねえ、ベイグ。そんなに心配しなくても大丈夫だよ。血石 <laughs> はきっと見つかるし、幼馴染さんも助けられるって。大丈夫。 俺も手伝ってあげるから。ありがとう。うん、気にしないで。なんだろうな、この重い感じ。ベイグって、なんていうか、威圧感があるよな。話しかけづらいっていうか、村の奴らが誤解してた理由、なんとなくわかっちまったよ。よっぽど怖く見えたんだな。 少し羨ましい。え何がベイグの幼馴染みのこと。だって、その人のために、ベイグはこんなに必死になってる。自分のために誰かが必死になってくれるのって、すごく嬉しいことだよね。ねえ、彼方は、もし私が同じように病気になったら、ベイグみたいに、血石を探してくれる そんなの当たり前じゃないか、ミゼラ。俺、命を懸けて絶対にミゼラを助けるよ。カナタ。はいはーい。じゃあ、カナタ君は、俺が病気になっても助けてくれますかえそりゃ助けるよ。だとさ、誰でも助けてくれるそうだぜ、カナタ君は。うーん イージス。なんや。さっきから新規臭い顔してはるな。お腹でも痛いんか違うんだ、ユナ。イージスは。知っとる。大体はビシャスに聞いた境に。まあ、辛いんはしゃあないわ。でも、最低の最低なとこにはまだ落ちてへんのやないのだってあんた、仲間がおるやないの。<laughs> あんたには心配してくれる仲間がいてはる。それだけで今は十分や思っとき。仲間などではない。誰が尖びとが人なんかと、イージせ。うーん。あんたも決対な性格みたいやね。ねえ、ユナ。なんや、お嬢。お嬢ユナの喋り方、その、 うん変や言いたいんやろ。よう言われるわ。違うの。えっと、かわいいなって。ほんまにおきに。この喋り方はな、かつて東の方にあった小さな島国の、そのまたごく一部で使われてた、方言言言葉や。うちはその島国の最後の末裔やさかい。そうなんだ。 そうない悲しい顔されたらカナンは嘘やのに。嘘だったんだ。イントネーションが独特でおもろいやろせやから練習して使えるようにしたんや。まあ勉強途中で飽きてもうたから、間違ってるとこも行さんあるんやけどな。そこはオリジナリティでカバーや。そんなに頑張るくらい好きだったんだね。その言葉。好きは半分やな。 もう半分は便利やから。男はな、こういうはんなりした喋り方に弱いんや。この喋り方でちょっと甘えたると、言わんでええことまで喋ってくれはる。ジャーナリストにとって、情報は命やからな。えらい助けてもらってるわ。男の人はやっぱり、可愛いって思うんだね。その喋り方。なんか、いいな。 こんなんに頼らんでも、お嬢は十分可愛いやん。可愛くないよ、全然。照れてはるん可愛いなあて、照れてない。お嬢、ありだね目覚めんな。すごいね、イージス。ブラッドシンをもうそんなに使いこなしてる。ブラッドシン、なんという力だ。 校舎をこううもたやすく打ち倒せるようになるなんて俺のおかげだな感謝しろよ、岸君。<laughs> どうしたのいや、まさかお前たちと同じ力を俺も使うようになるとはな。これで晴れて、トカビと一行の仲間入りか。嫌なの当たり前だ。だがどうやら、今はお前たちの力も、 利用する価値があるらしい。不本意だが、肩を並べてやる。また素直じゃねえのが増えたよ。